えー、こんにちは、こんばんは、ミ浦ラです。えー、今日もよろしくお願いします。えっと、昨日の深夜にですね、えっと、サモアと、えー、アルゼンチンっていう、もう日本がこれから倒さなきゃいけない2チームの試合がありました。えー、で、本当見応えありましたねあ。もうサモアのフォワードがもう超強力だなっていうところと、やっぱアルゼンチンの方が格上っぽく見えたんですけど、 うーんかなりもう強いっすね。<laughs> もうなんか2019年のサモアともう全然違うなという感じがしました。で、えっ、ー、と、ちょっとですね、あの僕の微暴録がてらっていうのと、えっ、ー、と、ちょっとあの混戦の D グループの現状整理をですね、ラグリパの記事2つからちょっと持ってきて皆さんと一緒に、えっ、ー、と、現状整理していきたいなと。 思います。えー、まあ昨日の結果はもうご存知アルゼンチンの勝利でしたとああいうところで、まあ結構一つキーポイントになったのが、最後ペナルティゴール決めたんですよね、アルゼンチン。で、それまで10対16で、そのままで終わってたら、あの、サモア、あの、 なんだっけあの勝ち点ボーナスポイント1つもらえたんですよね、7点差。だけど、まあ、そこで、えっと、やっぱ最後、アウゼンチン、そういうのも分かってんのか、まあ、3点決めてきたと、まあ、いうところでありました。で、えっと、サモアの方は、まあでも負けたけれども、えっと、まあ一応まだデータ見てないけど、40%のボールの支配数で勝つのはかなり難しいということで、ボール支配率でも結構負けてたっていうところが、まあ、第一声としてあったかなと。 ああいうところで、まあでも後半は結構自分たちに自信持ってて、この君、全然いけるぞとで、日本戦に向けて頑張るみたいな、まあ、そういう記事でしたね。まあ、ここ、えー、残り5分という時,、えー、時点で、我々にはまだチャンスが残されていた、今夜はベストな状態ではなかったことは誰もが認めるとも、我々は後半に多くのチャンスを作りながら、ボールを落としたりミスをしたりしてしまったが、それらを修正できれば、さらに多くのチャンスを得られるだろうと。 あでいや同じ年、ねね、何かとなんかフィジーとサモアとトンガってセットにされがちなんですけど、同じ南,南海の小さな島国フィジーは強豪のオーストラリアを倒したと。サモアも刺激を受けているのは間違いないと。アルゼンチン戦の後半からの出場のスタンドオフレウイラは、えー、世界はまだサモアの最高の姿を見ていないと。来週は充実した1週間を過ごし、みんないいパフォーマンスを見せることを願っていると。 で日本戦に燃えてるとというところですねで一応、ですけど日本,日本の方が休めてますね、今回試合なかったとっいうことで、スケジュール的には。まあ、そういう意味では、まあ、体力とかそういう意味では、えー、とサモアの方が若干不利かなと思うんですけど、ただもう、ここまできたらもう、ガチンコ勝負と。 まあいう感じだと思うので、えーとまあ、そのサモアがまず負けたけど、まあ、相当気合えてるよと、まあ、いうのがこの記事で読み取れて、でもう一個が、えーと、もう一個同じラグリッパさんなんですけれども、えー、と日本はプール D の範囲と、であの高年生の特集もやってたんですが、えー、とここでまあ結構いろいろあの今の現状を、えー、と整理してくれたので、この記事読むのがいいかなと。 ああいうふうふに思っております、まあ、この間を、えー、見てみると、イングランドがまあ2勝で、えー、勝ち点9、まあ、ちょっと抜けましたね。で、見ていただいてお分かり通り、サモア、日本、アルゼンチンがもう密度燃え状態でもう分かりやすく、ここの3チーム、はどれか1チームが上に行くと。あで、チリは、 まあすごくいいラグビーしてるんですけれども、えーとまあ、やっぱり初出場ということで、なかなかあの勝利が遠いと、厳しいと。あでも本当にいいラグビーしてますよね。んこれからどんどん強くなると思いますが。うんで、えっ、ー、と、一応、勝ち点でいうとサムは日本。で、アルゼンチンが4で、でもあれがね、 えとでしたっけペナルティーゴールがなかったらサモア6でしたよね。うんまあ、あの1点がどうなるのかというところではあると思います。えー、で、えーとまあ、この辺はイングランドが勝ち点で9に首位立つまで、あ、1個抜けたかなという感じと、あとチリ戦ですもんね控えており。 さらに勝ち点を伸ばす可能性は高いということですね。で、2位つけるサモアは、初戦でチリから5トライをダッシュ、ボーナス点を獲得して勝ち点5。えー、まあ、この試合は、逆に初戦なかったんでね、元気バリバリでいけたっていう感じですよね。で、9月22日のアルゼンチン戦では、最後の最後にこれね、これが、まあ、どうなるかっていうことですね。で、日本はチリ戦で6トライを奪い、ボーナス 点点込みの勝ち点5とあしかしイングランド戦では途中まで接戦を演じるもノートライ最終的には順こノートライでしたね12対34と引き離されたとあで得失点差でサモアが2日本が3位となっているうん、まあ、イングランドとサモアがまだやってないですもんねで暫定4位のアルゼンチンは、えー、初戦のイングランドに完敗、まあこ からね、これでね、アルゼンチン勝つって予想し,てした多いですからね。続くサモア戦に勝ったものの、19対10のスコアで勝ち点4しか獲得できなかったと。残るチリ戦、日本戦にもラッシュをかけてくるでしょうと。ああいうことですね。で、チリは日本サモア相手に情熱を飛ばしるパフォーマンスを見せるのも、それを80分間続ける力まだない。ただ2試合で3トライを奪った。こうしたものに果敢に前で姿勢を見るものの共感を得ているということで。うん、まあ、3チームに渋られたなと。 ああいうところで今、そのまあ、この記事では、えっと、松田力也選手が、まあ、キックがすごく右肩を上げるフォームのコツっていうのは初めて読みましたね。うん、なんか多分変えるように変わりを重ねてるんでしょうとああいうこととやっぱコーネルセンのハードワー,ーね昨日のそのメンバー予想の時にもコーネルセンの疲れてる感じはするんだけどこのデータ見ちゃうと休めらせられないですよね。あ2試合とも80分のフルタイム チーで十九タックルとチーム最多とでとイングランド戦も15タックルとチーム4番目とで、えー、それぞれナン何倍ロックでのパフォーマンスとポジションに関係ない仕事でもうなくてはならない存在って感じですね。うんうん。で、バックローも相当なスコアですね。ラブスカフにタックル19、リーチ18、姫の16とあ。だけど、姫のはこんなもんじゃねえっていう感じですけどね。あ負けられない戦いが続くと。 とということで、えー、とも,うもうシンプルになりましたね、昨日の試合でもあ。もう本当にあの3つ、申し訳ないけど、多分だけど、イングランドがちょっと抜けて、えーと、アルゼンチン、サムア、日本の三つのもえで,で、ちょっとあの初出場の洗礼をちょっと受けているが、まあ、本当に情熱あふれるプレーをやっているチリっていうことですね。 あでえー、っとやっぱりイングランドに完敗ですね、これあ見てると、赤白のジャージがキックを多く使う戦術で戦った背景あるものの、ボールを扱った回数はイングランド326に対し、日本192なんですね、半分までいかねえにしてもで、ボールキャリー数はイングランド130に対し日本の、これじゃん日本はね、日本はだってポジションラグビーを表明してますから、いくらキックを使おうが。 やっぱこのスコアはやっぱり分かりやすく反映されてるなという感じがしました。であとはみんなも、ね、分かっている、せっかく抜けた数少ない松島選手とかレイメキ選手の,あのラインブレークをですねあと、あれか、えっと、ライリーのラインブレイクに対してフォローがちょっと足が止まってるっていったところをサモア戦とかアルゼンチン戦でどう巻き返すのかっていうのを楽しみにしたいと思います。えっと、今日の、えっと、動画ではもうシンプルになったよと ああいうことを一番伝えやすくあの、もう分かりやすく、僕らファンは、えー、と今度のサモア、アウゼンチ日照を応援しましょうと。ああいう なんかもうすみません、いろいろ記事も読みましたが、シンプルな動画をお届けさせていただきました。で、もう一つ最後ご案内としては、アルゼンチン戦もあのリアルオフ会っていうかみ、みんなで観戦しますので、またそこら辺ご案内出しますが、えー、とぜひスケジュールの方、よかったら開けてください。また新宿でやろうと思います。えー、それでは本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。お付き合いいただき、ありがとうございました。頑張れ日本ということで。